くしくも28年前と同じ曜日でこういう状況の中で事件が発生したんだなというふうに感じながら来ました。28年という長い月日が経った、年月が経ったということと、あともう死刑が執行されてもう5年になろうとしています。で、まあ、皆さん事件を知らない人たちも多くなってきていますし、もう忘れ去られてしまったのではないかというふうに私なんかもちょっと心配しているところなんですけれども、他のいろいろなカルトの問題も最近出てきていますし、これは忘れてはならないことだなと思いますので、私たちもそういうところを伝えていくというか、皆さんにもご協力いただいて、忘れ去られないようにいろいろなことを考えていきたいなと思っています。